どうもです。好きなジャンクションは Y 型、東北キリタンです。どうもです。好きなジャンクションは分岐ダイヤモンド型、東北ツンコです。今回も3分再開発やっていきます。今回は、この3方向ジャンクションを5方向に拡張、リニューアルします。このジャンクションは、新設される貨物駅へのアプローチ、南北を循環するルートにもなるので、それなりの交通量に耐えられる必要があります。まず、さも当たり前のように消し飛ばします。ここで、唐突に海老名ジャンクションを用意します。これを、こうして、こうじゃ、この配線図をトレースして、いい感じにデコって完成です。ね、簡単でしょ。レシピのおさらいです。海老名ジャンクションは、冷凍でなく生がおすすめです。ではまた次回。ドムです。好きなジャンクションは一点都市型、ゆずきゆかりです。どうもです。好きなジャンクションはクローバー型、鶴巻巻です。今回は、カリブから冷泉にかけて、250連貨物用の路線と、それに付随する島々を連成しました。島々はおまけなのか。マップで変化を見ると、こんな感じです。6つの島を新設、1つを拡張しています。埋め立て地は、貨物船の土台として建設されているので、細長い形状が多いですね。それぞれの島を見ていくよ。まずカリブ側から見ていくと、ジャンクションの都合で拡張された錦島、主に貨物駅と宅地、広域防災公園になっています。石油備蓄基地もあるから文明滅亡しても産業革命時代からやり直せる新設仕様。そして新カリブジャンクションは5方向ジャンクションにリニューアルされたよ。実在のジャンクションをベースにしただけあって、料金所断面で上下線合計約1300本が滞りなく履けています。強い。そしてこれに合わせて横電が高岡方面からカリブ中央まで延伸しています。2両編成の普通は高岡折り返し、12両の特急は横瀬まで直通しているよ。横瀬カリブ中央間は128分の1待機でフル積載になる程度の需要なので、常に満員御礼状態です。積載待ちホイホイされるシムトラミンちょろい。次は250連貨物用ハブ駅である新カリブ貨物駅になった新湯島です。地域郵便輸送では主にカリブ、三綿、海を越えて高岡を担当しています。トラックターミナルはいつもの折り返し形式ではなくてスルー形式になっているよ。 OTRP を使えば追い越し車線にも停車できるので、4停車場で8台停車できます。強い。次は火力発電マシマシの南初島です。発電所関係者以外利用者いなさそう。次は工場とマンションがある塩浜島です。斜めな島なので工場の配置に苦労しました。ドットへの宿命つらい。次は高層ビルと製鉄所がある新磯島です。通勤需要の多い製鉄所までは LRT を敷設、優等列車も設定してあります。ちなみに優等は磯島乗り換えをサリミア乗り換えにさせるルートコスト制御用だよ。現実でも乗り換えルート検索を盲目的に信じる人間は同じ挙動になりそうですね。そして最後に新冷泉貨物駅のある新冷泉島です。全長90マス程度しかないので64年のみ停車し、250連は通過します。構内配線を含めると150から200マスは必要だよ。改めて250連の長さを感じる。そして現在の郵便貨物列車のネットワークはこのようになっています。まだ250連が全通していないため64連でつなぎ合わせている感じです。今回建設した部分は新海部から横瀬方面へのアプローチがしにくいので未営業のままだよ。残すはカリブから新松木の最長区間ですが、年明け頃には全通できそうです。郵便需要を増やして年賀状輸送をプレイしたい。そして今回の走行区間は郵便トラックで旧カリブ貨物駅から新設された島々を通り冷泉まで乗り継いでいくルートです。ハガキになった気分でゆっくりしていってね。転生したら郵便ハガキだった件